外出800円だと M リーグもう少しチーム数増えたらいいって声上がってますけど、大井さんどう思います？個人的には大悟さん、河野さん、難しいね。その人らにとってはそれがチャンスになるけど、今いる人たち、あるいは今いるチームにはどうかなっていうのがあるんで、難しい話、チーム数。それからもうたくさんこれだけ協力してくれてる8つの大きな会社がにすごい感謝があって、ここにあと2チーム入ったらファンは嬉しいの分かるし、麻雀プールは嬉しいの分かるけど、この最初に協力してくれた8チームが少し薄れちゃうっていう思いもあるし、選手も今いる選手も薄れちゃうって気持ちあるし、そんなに感情移入できるかな、すぐもう少しなんかこう熟されたものならいいんだけど、まだ発展途上というかこれからのものだから、僕は今ある姿で全力でいいんだよ。敵チームでもいいんだよ、角川さんでもいいんだよ、俺大好きだから角川を応援したい。でも協力してくれたら、増えたら増えたで頑張るよ。うん、マジで。大井さん10年前有名出した？知らね、今も知らね。だって今日タクシー乗ったんだよ。今日さ、あれがないから、終電がねえから、はい、俺さ、こう走ってるタクシーえっつって止めて、そしたら、はい、お疲れ様でしたって言われて、もうその瞬間えっと思ったけど、はい、ちょっと近いんですけどっつって、その M リーグのスタジオからとある駅まで、まあ1メーターちょっとぐらいの、はい、行くと終電があるみたいになって、はいはい、ちょっと近いんですけどそこでよろしいですかっつって、そしたらもちろんですよ、いつも見てますよ、もうそっち系だった。うん、だいたいタクシーの運転手はダメだね、俺は。もう声でバレちゃう。何、マスクしてても絶対無理。もうね、今、2回に1回、大井さん。それで間違ってたらめっちゃ重かったっす。急いでやぜ、久渡さん。絶対見てるじゃん。いや、俺、久渡さんって言われたらもう、はいってやる。ありがとうございます。めちゃくちゃいい人。これからもよろしくお願いします。伊達を応援してねみたいな、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画を見てね。